おはようございます、こんにちは、こんばんは、トフです。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回はですね、こちらペプシカップ最終予選50試合やってきましたので、ちょっとねそちらの反省とこれから挑むよっていう方にですね少しアドバイスをねできたらと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ現在ですね予選リーグ25位ということで、おそらくねもう無理かな、今25位なんで今はいいんですが、ちょっとねあまりにも勝ち点落としすぎました。おそらく64厳しいと思います。多分140ぐらいがボーダーになってくるのかなというところですね。5分け1敗です。いやーちなみにねこの5分け1敗のうちの2分け1敗を最後の10試合でやってしまうというね、40試合を終えた時点ではこれ結構いけんじゃないのとか思ってたんですけど、ラスト10試合でね、ドタドタドタと勝ち点を落としてしまいました。現在、25位でございます。うん、また1個下がったか今、気のせいか。はい、ってことで、ちょっとね厳しい結果になってしまったんですが、まあねちょっといくつか反省点を述べていきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。ちなみにチーム紹介していくと、中央突破がこんな感じ、ポゼッションがこんな感じ、サイドアタックがこんな感じで、カウンターがこんな感じなんですけども、あね、負けた相手と、まあ、引き分けた相手とか見ていてやっぱり強かったのは、結構ですね前線に枚数固めてる方は強いなと思いました。私はゴールキーパーに星5を採用していたんですが、いらんかもしれんというのが正直なところです。ポゼッションのみねゴールキーパー星5採用してないんですけど、十分でした。採用しなくてよかった。ちなみにポゼッションは全勝かな。カウンターがねちょっと残念ながら、私カウンターのいいセンターフォワードを持っていなくて、まあ、クリスティアーノ・ロナウドとかデルピエロとか持ってたらよかったんですけど、ちょっとねそこが大きく、落としちゃったかなと思います。2分け1敗で、カウンターで生まれちゃったのでちょっと悔しかったかな。でサイドアタックで1分けかな、で中央突破で2分けだったような気がします。で2分け1分け2分け合計5分けでカウンターで1敗していて、5分け1敗といったような結果でした。で、やっぱりね、きちんと前線に火力を出せる選手がいるかいないかっていうところを大きく左右してるなと思いました。戦術有利を取っているのでシュートの本数はねたくさん打てていても、結果、決めきれない、シュート5本で枠内5本なのに1点とかっていうのが私はすごくよくあったので、とにかく前線の選手には、ね、本当に火力を求めることが大切かなと思いました。ゴールキーパーとセンターバック1枚ずつ守備陣を置くことで失点を抑えることはできるんですけど、結局ねトーナメントではなくてこれは最終予選で、得失点等も絡んできますし、引き分けでは許されない、結果私5分けもしちゃってるんですけど、16失点って見るとね多分そんな多い方じゃないんですよね。多分私の周辺の順位見ていただいたら分かるんですが、私よりね少ない方ももちろんいらっしゃいますが、大抵が私よりも失点多くなってます。ゴールキーパーに星5置いたからかなと思いますが、逆にですねやっぱり得点174はすごく少ないかなと思いました。正直ね、かなり少ないですね。まあ待って、このナイトスノーさん、ナイトスノーさんおるやん、よくコメント返信してくれてるナイトスノーさんがおる、しかも豆腐ファンって書いてくれてる、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいけど、ちょっと待ってね、一回話を戻すと、やばい、ちょっと嬉しさで話ずれた、待って、どこまで話したっけ今、そうそう、ゴールキーパーに星5いらん説や、これね、結構悩ましいとこだと思います。いい星5のゴールキーパー、いい星4かのゴールキーパーがいて、きちんと貫突してスキルとかつけているんだったら、ゴールキーパーの星5を減らして、その分1枚ね、ウィングか、フォワードが3枚いるのであれば1枚フォワードとかでもいいかなと思いました。カウンターでねとにかく試合見てますが、とにかくボールが前に運べない、本当に星5 1枚しかいないと苦労しますし、その星5がバカみたいに強いクリスティアーノ・ロナウドとかデルピエロみたいなそういう選手だったらいいんですが、そうじゃないとやっぱりちょっと厳しいかなというのが印象です。かなり厳しかった。で中央突破もね、私はちょっとサネッティをキャプテンに置くことでレコバ OMF に置いてですね、ファンデルサールゴールキーパーだったんですが、間違いなくねこっちイギータにして、こっちにねコウチーニョかなんか、ぶち込むべきでしたね。ちょっとあまりにもねもったいないことしたなと思ってます自分で。例えばイギータなんてね、もし持ってる方いればですけど、すごく優秀な
ゴールキーパーですし、星4だけどね、スコーピオン成分もめちゃくちゃ強いし、積極的に使うべきだなと思います。うん、ゴールキーパー星5にしてゴリゴリ守備固めるよりも OMF と CF またはウィングとかで3枚ぐらいで、センターバックとセントラルディフェンスミッドフィルダーで1枚ずつ星5っていったような感じがベストかな。私のこんな感じのポゼッションが一番やりやすいかなと思います。これね、センターフォワードエトーなんで、ちょっとこのエトー頼りないけどどうなのかなと思いましたが、結果ロナウジーニョとメッシが無双してくれるんで、このメッシ監督もしてないんですけど、かなり点取りましたね。普通に9-1とか9-0とかありました。私の多分得点の5割ぐらいはポゼッションで生まれてますね。ちょっとそれが分かりつつも、今回はゴールキーパー星5を外さなかったっていうところが私のね、敗因というか、もったいないところというか弱点だったのかなとは感じましたが、すごく大切なところだと思います。あとやっぱり強かったお相手、はセンターバックの真ん中にいい選手置いてましたね。私はちょっとね、ここにジョー・ゴメスどうしても置きたいというか、いいサイドアタックのセンターバック持ってなかったので真ん中テリー置いてるんですけど、スタムとかを真ん中に置かれるとすごくしんどかったのが あります。なんでカウンターも一応ロマニオーリ真ん中に置いてはいるんですが、ちょっとね、他のところというか、前線が弱すぎてカウンターは勝ちきれなかったっていうのがあるかなというところでした。いやー悔しいね。残り10試合のところまで結構いい感じで進めていたがゆえに、残り10試合でドタドタドタとね崩れてしまって、すごく悔しい結果ではあるんですが、まだわかんないという希望を抱いてね、あと何時間残り予選、あと1日あんのか、きついなきついな、これちょっと、あと待って、予選これ土曜日のお昼、土曜日の夕方どっちでしたっけ。よいしょ、ペプシ1ケースが届く、これは、土曜日の夜か、夜まであんのか、多分厳しいかな。おそらくほとんどの人が土曜日1日かけてやると思うので、ちょっとっていう感じではありますが、皆さんちょっと参考にしてください。はい、めちゃくちゃ参考にしてくださいというか、ちょっと見返してください。ゴールキーパーね、マジで星5である必要ないかなと思います。もちろんファンデルサールがいいところはあったんですが、結局戦術より取ってたらそんな押し込まれないと思います。で、押し込まれるんだとしても、押し込んでくるぐらいの人は全体的に硬いので、こっちが点取らないとね、どっちにしても勝てないですね。私は5分けもしてしまってるので、ちょっともったいなすぎたかなと思います。あと星4のゴールキーパーとかでも、例えばね、これが何でしょう、私だったらエデルソンとかなんですけど、星4のこのエデルソンとかでも、これはエデルソンバンディエラ特徴ね、バルセロナとかじゃないのでかかってないんですが、アクセサリーきっちりつけたら総口まあいいところまで行きますし、私これ遺跡特訓行かせてませんが、遺跡特訓つけてスキルもきっちりつければ、7500ぐらいには行きます。十分強いと思います。十分すぎる、ゴールキーパーに7500十分だと思います。で、結局相手もですね、火力を欠いてきているので、その分決定力もなくなっています。ちょっとね、自分の守備陣頼りないよっていう方は、もちろんね、星5のゴールキーパー使っていただいてもいいですし、それを否定するものではないんですが、攻めきれないなとかって思った方はね、引き分けちょっと厳しいなとか、なんか点取れてないなとかって思う方は、ぜひちょっとゴールキーパーを見直してあげてください。あとはキャプテン特徴とかしっかりやることかな。私ね、これ気づかなかったんですけど、せっかくね、サイドアタックキャプテン特徴モドリッチで前線の火力上げるためにここ入れたのにも、負けれるじゃなくてモドリッチにしたにもかかわらず、残りね20戦になるぐらいまでモドリッチをキャプテンにするのを忘れていて、お任せ編成の時のキャプテンのまんまになってしまっていたので、だからここかな、ここがキャプテンになってしまっていたので、めちゃくちゃもったいない思いをしてしまいました。今一度ですね、この役割のところで誰にフリーキック蹴らせるのか、誰にコーナーキック蹴らせるのか、ちゃんとやっていただけたらなと思います。普段ね、これお任せ編成でやった後から星4に変えちゃうと、私だったらね、グリーリッシュにピンポイントクロスつけて、コーナーキック蹴らせてるんですけど、こんな感じでね、わざわざコーナーキック蹴れる選手がいるのに、例えばラファエル・マルケスになってたりだとか、特にね、マルケスいる方お気をつけください。コーナーキックもね、フリーキックもマルケスのままになってて、お任せ編成でね、マルケス採用してる方は、全部そこのポジションの選手がね、フリーキックコーナーキック蹴ってる可能性ありますので、ここも気をつけていただけたらなと思います。ただね、星4入れた制限戦すごく楽しかったですね。また月1ぐらいでやってくれればすごく嬉しいですが、月1とまでは言わなくてもね、こまめにやっていただきたいと思うのが正直なところです。ちょっと土曜日でね、どうなるかわからないんですが、最終予選まで残れたらいいなと思いつつ、はい、いや期待していきたいですが、ユニフォームはいらんな、
何がもらえるんだっけこれ最終予選まで行ったら。よいしょ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 。待って、報酬は？報酬は何なの？報酬は、ああ、うん。金チケか。金チケットがもらえる。多分、金チケ3枚はもらえる。3枚か4枚かの違いだけ？これももらえんのか。ペプシカップ検討。ペプシカップ検、え、ちょ、全部検討なの？これは？検、うちょ、ん？検討。検討。あれ、待って。みんなもらえるタイトルって検討なの？あれ、そういうわけじゃないよね、きっとね。あ、あれか。これ最終予選なので、トーナメント出たら出たでまた違うのか。記念ユニフォーム。ちょ、待って。優勝したら何がもらえんだよ、これ。ちょっと待って。一回確認しましょう。一回確認しよう。一回確認しよう。何がもらえんだっけ、これ。最終予選参加いただくと、順位報酬としてペプシコラボユニフォーム、それはもういいです。リミット報酬内容、ペプシ生。これあれですよね。抽選で10名。まあ、それは置いておいて。決勝トーナメントに進出したお客様の中から抽選で20名。これはすごく嬉しい。イベントミッションは置いておいて、大会日程、レギュレーション。待って、報酬ってどこに書いてあるんだっけ、これ。こっちか。1位、称号エンブレム、報酬5確定スカウトチケット。これ、あれか。内容が書いてないんですね、これね。うん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 。64位以内に入ると、エンブレムがもらえる。はぁ。どんなエンブレムなんでしょう。ペプシのマークじゃないとは思いますが、ちょ気になるな、マジで気になる。え、これどっかに出てましたっけ、どんなエンブレムがもらえるか。あ、エンブレム欲しいな。ペプシのマークじゃなければ欲しい。星4以上はいらんとして、星5確定スカウトチケットは熱いですね。やっぱ決勝トーナメント出る意義は大いにありますね。最終予選の順位で星5確定スカウトチケットもらえるのに加えてさらにもらえるので、ちょっと皆さん、私の順位をね、抜かさないようにしていただけたらなと思います。嘘です、みんな頑張って抜いてください。私とね、同じ、トーナメントになった方というか、同じグループ分けされた方ね、ぜひ、あ、豆腐さんいたなぁなんて思っていただければ幸いです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、阿鼻叫喚の地獄絵図、5分け1敗、137ですが、どういうところでしょうか。いや、すごいね、49勝は本当にすごいわ。ということで、私もね、次回に向けて星4も育成していきたいと思いました。ということで、ここまでご視聴ありがとうございます。皆様の良きゲームの日乗ってます。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは、皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。